ミツバチは素晴らしい生き物です。働き者であり甘い蜜を生み出しさらには複雑な社会構造も持ちますさらに実はミツバチは素晴らしい数学者なのです科学者によるとこの小さな昆虫は角度を測定できるだけではなく地球が丸いということさえ認識できますとりわけ数学の才能が発揮されるのは蜂の巣においてです人間のように蜂の巣においてです 蜂にも食物や住みかが必要です。蜂の巣は家だけではなく、蜂蜜を蓄える欠かせない場所なので、蜜蜂は巣の建築デザインを完璧なものにしなくてはなりません。ハニカムは密集した六角形、つまり6つの辺からなる小さな部屋の集合体です。数あるデザインの中から蜜蜂はなぜこの形を選んだのでしょうか。蜂の立場になって考えてみましょう。蜂には ホロニー全体として生活するのに安全な場所が必要であり、同様に花の蜜を保存し熟成させて蜂蜜にする場所の確保も必要なので、空間を上手に活用しなくてはなりません。解決法は蜂が収まることができ、花の蜜も保存することができる貯蔵庫、つまり小部屋を作ること。蜜蜂特製の蜂蜜壺です。さて、この小部屋を何で作りましょうか ミツバチにはくちばしも腕もありませんが蜜蝋の生成ができます厄介なのはこれが大仕事であることミツバチは 220g の蜂蜜から 30g の蜜蝋しか作り出せないので無駄にはできません最小限の蜜蝋で少しでも多くの蜂蜜を貯蔵できるよう設計するとしたらどんな形になるのでしょうかミツバチに必要なのは数学の授業を受けることですの先生に聞きます 蜂蜜を蓄えるのに最もスペースが取れて蜜ろの量が最も少なくて済む形は何ですか先生の答えはそれは円だね。蜜蜂は建設現場に戻り円形の部屋を使って蜂の巣を作り始めます。やがて蜂はこのデザインでは部屋と部屋の間に隙間ができてしまうことに気づきます。うまく埋まらないぞ。スペースが無駄になってしまう。 地の授業のことは忘れて、自分たちで工夫するしかありません。ミツバチは設計図に戻ってハチの巣のデザインを練り直します。一匹の蜂は三角形がいいよ。ぴったりと合う。次のミツバチは四角形を提案します。そして、3番目のミツバチが五角形はダメでも六角形ならいけるぞと遺産で言います。蜜蝋の使用量が最小で保存する。蜂蜜の量は最大にできる形が必要なんだ。それは六角形だと思う。 そうかかな、なに近いい形じゃないかでもどうやって確かめるんだこの働き者の昆虫の建築家たちは三角形四角形そして六角形の面積をせっせと計算して六角形こそが本当に収納場所が最も多いことを突き止めます理想的な大きさであることを確認し仕事にかかりますミツバチのトレードマークとなっているこの効率的な形は試行錯誤の賜物であり進化の歴史なのでしょう努力は報われたのです 防護服に身をチみ蜂の巣を覗いてみるとその成果を目にすることができます。美しいハニカムは建築家ご自慢のデザインなのです。